こんにちは皆さん、今日はインスタ映えのするフルメイクアップのテクニックをシェアしていこうと思います。今日使う化粧品たちはインスタ映えにフォーカスをして選んでるので、私は普段そうですね、今の時期は普通肌だから、まあ乾燥、少し乾燥みたいな、そんな感じなんですけど、まあそれをちょっと今のところ置いておいて無視して、こうカバー力がものすごくあって、毛穴が隠れてでもツヤ感があって、そしてピグメントもものすごく強いっていうところにフォーカスしてチュートリアルをしていこうと思います。私が今までやってるのは、化粧水をまず普段通りにスプレーしてから、シリコンタイプのカバー力の強い化粧下地を顔全体に塗って、でその後にイルミネーターを顔全体にブラシで塗ってます。でツヤ感を出して、今やっているのが、カバー力の強いファンデーションをイルミネーターのを伸ばしたブラシと同じブラシで顔全体に伸ばしていきます。そうしたら次に、セレブのメイクアップアーティストの間で人気なケビン・アークオンのコンシーラーを、指じゃなくて私が使ってるのはスパチュラですね、それを使ってすくい取ってから、普通のブレンディングブラシで取って顔に色をのせていっています。このコンシーラーはマットに仕上がるので、陶器のようなお肌を作りたい時にはものすごくいいんですが、年齢が上の方にはあまりおすすめしないです。っていうのも結構重たみのあるコンシーラーなので、もし使いたい場合は、ファンデーションにちょっと混ぜて使ってみるとか、そういった感じの使用の仕方をおすすめしますけど、まあ大体はこの目の下があんまりこうクリスのない方、あんまり心配のない方におすすめしてます。でベーキングしたい方におすすめです。で今見せてる、スポンジは日本のどこのドラッグストアでも手に入るものなので、まあ、それを今日選んだんですけど、左側に見せてた方が水をしっかり含ませて絞ったやつなんですね。だから普段のと比べてちょっとサイズが大きめになっているんですけど、その水を含ませてしっかりと絞った、だけどしっとり感のあるこのスポンジで今コンシーラーを伸ばしてます。でこのコンシーラーを伸ばす時のポイントなんですけど、あまりそのつけたコンシーラーをつけた部分から広がりすぎないように、そこのつけたところの上だけでぼかしていく感じで、伸ばしていってください。そしたらこれからベーキングをします。このスポンジ結構面相っていうんですかがあるので、その綺麗な部分で今落とした粉ありますね、これを拾って、先ほどコンシーラーを伸ばした目の下の部分にこういった感じで押し付けながらのせていってます。でもちろん今スポンジはまだ少し濡れた状態なので、そのスポンジで、しっかりと粉を取って、で肌の上に押し付けていってください。今この段階でベーキングって何って思っている方は、インスタグラムで見るセレブいますね。例えばカイリー・ジェナーとかカリービーとか、そういった感じの、結構はっきり厚めのメイクをしている人たち、彼女たちはみんなベーキングをしているんですけど、私が昔作ったベーキングって何っていうビデオをぜひチェックしてみてください。そこで謎が解けると思うので、そうしたらこのまま顔に粉をのせて、ちょっと時間を置きたいので、その間に眉毛を描いていこうと思います。インスタグラムでよく見るような存在感のある眉毛を作りたい場合は、私が使っているようなペンシル、細めのペンシル、もしくは、ジェルタイプの、眉毛のプロダクトありますね、ブラシを使って描くタイプ、この2つに限ります。それとあとこの後のコンシーラーのお掃除で、ああいった感じのドラマティックな眉毛を作ることができます。今とりあえず眉毛の後半の部分を描いて、で、眉頭の方を埋めていく感じでやっていきます。
で眉毛を描いている際は常にこの眉毛のコームを使って溶かしながら、眉毛を描いていきますね。今眉毛の上に色をのせてっているので、このコームでしっかり溶かすことによって毛の下まで色がついくっていうのと、あとやっぱり毛のあるところに色をのせるっていうのはすごい大変なことなので、コームを使ってこう濃くなっちゃったところとか薄くなっちゃったところを上手にぼかしていくっていう意味でコームを使います。そしたらこの次に眉毛のお掃除をするんですけど、今回使ってるのは、ファンデーションですね。ファンデーションを使って眉毛のお掃除をしていきます。ファンデーションを使った理由は、このファンデーションはものすごくカバー力の強いファンデーションなので、これで眉毛を掃除しても全然 OK なんですね。ファンデーションによってはすごいこう水っぽいタイプのファンデーションとかもあると思うので、この場合に使いたいものに関してはカバー力の強いファンデーションをおすすめします。そっちの方が、眉毛のお掃除しやすくって、コントロールもしやすくって、自分のしたい眉毛の形に近づいてくれるので、はい、このファンデーションで眉毛をお掃除しました。そうしたら次に、私の大好きな YouTuber のお友達マーシャちゃんが送ってくれたイングロットのアイシャドウパレットを使ってアイメイクをしていこうと思います。マーシャありがとう。そうしたら先ほどのせたコンシーラーを、時間が経って目のクリースに入ってたりしてたので、ファンデーションのブラシで叩いて伸ばしてからパウダーで、上から、セットしてます。でこれからアイシャドウをのせていきますね。今日のアイシャドウののせ方はいつもと違って、ブラシで、このピンクのマットなアイシャドウを取っているんですけど、普段はアイシャドウパレットにパンパンと叩いてついたエクストラの粉を叩き落としてるんですが、今日は手のひらで、ひらでも甲でも、まあ、腕でもどこでもいいんですけど、そうやって粉をブラシで取って、その時結構粉つきますよね。それを今回は叩かないで手のひらでこうちょっと押し付ける感じで、でそうすると、ブラシの奥の方にも色が入るっていうのと、あとブラシがまあ馴染みますね、色が、っていう意味で今回はその皮膚でちょっと叩いてからアイシャドウをまぶたの上にのせていってます。それで今日のアイルックはちょっと跳ね上がった感じでキリッとした印象を与えたいので、ブラシもクリースに全体にのせているんですが、目尻の部分をアイライナーを描くような感じでヒュッと持ち上げていってます。でこの後コンシーラーでお掃除するので、本当に完璧に綺麗なラインを作ろうと今はしなくていいので、雰囲気だけこう伸ばしていく感じでやっていきます。それでこの時のポイントが、この目尻の部分で、色を入れすぎちゃうとちょっと変な感じになるので、ブラシの毛先だけを使って上手に跳ね上がるような、奥に行くなびに色がなくなるような感じで、はい、今ちょっと近くで、見せてますけど、そう本当に毛先だけを使って跳ね上げるように仕上げていきます。はい、そしたら次に先ほどよりかは少し濃いめのカラーを同じ風にブラシで取って、ブラシの先に色をこういった感じでなじませて落ち着かせてから、まぶたの上にまた色をのせていきます。先ほど入れせた幅よりかは狭めで、この一番濃く見せたいところですね。そこに色をのせていきます。一番濃いところっていうのは自分の眼球のこう押して一番へこむところっていうんですか、そこを一番濃くしたいので、今回もブラシの先を使って上手に、調節をしながらのせていってます。次に平たいアイシャドウブラシを取って、この赤いマットのアイシャドウを取ります。
こういった感じで寝かして取ったら押し付けるように取るんですけど、そしたらまぶたの上に同じような感じで押し付けながら乗せていきます。で、今までクリスの上にだけ色を乗せてきたんですが、今や色を乗せてるところはこのクリスの内側まつげまでの、ホールの部分っていうんですか、アイホールの部分、そこに色を乗せていってます。そしたらクリスで使っていたブレンディングブラシ、今何もついてない状態ですね。これで今まで3つのカラーを乗せてきてるので、そこの間を全体的に混ぜています。そしたら次使うのがアナステイシアのノービナパレットから、このピグメントの強い、グリッターの強いこのアイシャドウを使っていきます。今までずっとマットの色をのせてきてるので、ここでもっとツヤっぽく見せたいっていうのと、あともっとこう印象的にしたかったので、このグリッター系のピグメントを指で取って、で、先ほどのせた赤いアイシャドウの上にのせていってます。そしたら今のせたアイシャドウをまた何もついてないブラシで境目をこうやって混ぜてブレンディングしていきます。こうやってこの線がはっきり見えない綺麗なグラデーションを作っていくんですね。そしたら次に、ブラシは何でもいいんですけど、眉毛の下のハイライトカラーをのせたかったので、この、明るいハイライトカラー、マットの色なんですけど、それをまず取って眉毛の下にのせてってます。そしたら次にこのピグメントの強いのですね、それを上からのせてって、もっとキラーンっていった感じの、印象が出るように、はい、アイシャドウをのせてってます。そしたらまた境目を何もついてないブレンディングブラシでこうやって混ぜていきますよ。はい、こんな感じです。そしたらアイメイクが終わったので、この、ベーキングの粉を全部こういった感じで落としていきます。目の下にベーキングする間にアイメイクを終わらせるっていいことは、ベーキングできてるっていうのもそうなんですけど、時間を置かなきゃいけないので、それにプラスこの目の下に落ちたアイシャドウが、このベーキングのパウダーが、取ってくれるんですね、捕まえてくれるっていうの、そういった意味で、目の下を仕上げてからアイメイクをして、その後吐き飛ばすっていう感じでステップでやると綺麗なフルメイクを仕上げることができます。カメラの電池が切れちゃったので、そのチャージしている間につけまつげをつけて、でその上にマスカラをつけました。でこんな感じに仕上がりました。ちなみにつけたつけまつげはこれです。そうしたら次に先ほど言ってたコンシーラーでお掃除なんですけど、エルフのコンシーラーを使ってコンシーラーブラシで取ります。でそしたら目尻のアイラインの部分をきれいにお掃除していきます。何度も言いますけど、このコンシーラーは本当に素晴らしいです。目の下クリースができるのに悩んでいる方、ものすごく馴染みやすくって、時間が経ってもこう割れたりとかしてこない優しいコンシーラーなので、すごいおすすめです。それなのにカバー力があるんですよ。なんで目のクマ気になっている方とか、あともっと目の下カバー力が欲しいとか思っている方、薄付きだけどこれはいいお処置をしてくれるので、とってもおすすめです。そうしたらファンデーションを伸ばしてきたブラシでこのコンシーラーも、ブレンディングしていきます。そうしたら次に何もついてないふわふわなブラシでこのエッジをちょっと柔らかくしていきます。で、何もついてないので、ただこのシャープすぎないように、境目をぼかしていくっていう感じですかね。そういった感じでやってます。そしたら次にエルフのコントアパレットからこの薄いブロンザーカラーを取ります。ブロンザーの入れる場所なんですけど、簡単に説明すると、痩せてほしいところ、痩せて見えてほしいところっていうんですかね、こけて見えてほしいところっていうんですかね、そこに影を作っていくんですよ。で、ちょっと前のビデオの質問で、もともとこけてるんですけど色を入れない方がいいですかって言ってた方がいらっしゃったんですが、そういった場合はブロンザーを入れないで、ただハイライトを軽く入れる
んですね。でそうすると、勝手に自然とそのハイライトカラーを入れることによってこのチークボーンに、勝手にこうそこがこう高く見えるので自然に影ができます。だからそういった感じでちょっと調節をしてやってあげるといいと思います。なのでこけている方はブロンザーを入れてもっとこける必要はないですけど、ハイライトをちょっと入れてあげることによって顔の凹凸感がもっと出るかなと思います。そしたら先ほどより少し濃いカラーを同じブラシで取って、指でこうチークボーンを触ってた時に一番へこむとこありますね、そこにめがけて色を入れていきます。だから一番初めに入れたブロンザーの幅よりかは狭めです。でそうするとブロンザーも綺麗なグラデーションができます。そしたら次にアイメイクタイプのブラシ、私はアングルのブラシを使っているんですけども、それでノーズシャドウをのせていきます。そしたら次にハイライトカラーを指で取って鼻の上に、一番高く見せたいところですね、そこに指でのせていってます。そしたら次に頬の下もベーキングしていきますよ。これをすることによってもっとシャープな印象の、それこそインスタグラム映えのする、横顔ですか、それを作ることができるので今日はやっていこうと思います。そしたら次に私の MAC のパレットから、マットなオレンジがとっても可愛いピーチーズっていうカラーですね、これを取ってチークにのせていこうと思います。そしたら次にタルトのハイライトパウダーをいつも通りハイライトゾーンにのせていきます。そしたら最後にリップを仕上げていきますが、画面で見えないもの、商品を見せてますけど画面で見えなかったりするもの、まあ、今回のビデオで使った化粧品たちはすべて、ビデオのディスクリプションボックスのところに、商品と名前カラー全部書いてあるのでそこをぜひチェックしてみてください。今日は目元が結構赤ピンク系だったのでリップもそういった感じに統一したくってそうしました。で目元を、結構ピグメントの強いグリッター系のカラーを使っているので口元もグロスをのせることによって全体的にこうツヤっとしたイメージができるので、この口元にグロスをつけるとつけないでは
全体的の、あのイメージがとっても変わります。なので、私は今日グロスをつけました。でここでベーキングのパウダーを最後に入ってます。でここで大事なのがですね、ものすごい線がはっきり残りやすいので本当にきめ細かく、ブラシで掃いてあげてください。でそれこそこうブラシで掃いても掃いてもベーキングの残りが残ってしまうんであれば、ブロンザーに戻ってブロンザーでちょっとそこの色を足して混ぜてあげる、ごまかしてあげるっていうんですか。でそういう風にやると綺麗なこのチークボーンを作ることができます。そしたら最後にお決まりの化粧水を顔全体にスプレーしていきます。これでお粉たちをピタッと顔にくっつけていきますよ。結構のせた時は全体的に濡れた感じなんですが、こうやって手で乾かすとすぐ乾きます。はい、これで完成です。ビデオ気に入ってくれた方はぜひ LIKE をしてくださいね。あと質問等ありましたらコメントの方に残しておいてください。ではまた次のビデオで会いましょう。バイバイ。